げえ回転や、肉回っとるやん。そう。念願の回転焼肉っす。前回食えなかったからな、回転だよな。すげえ来た意味がねえとこだったよな。来た意味ねえとまで言わんけど。お願いします。メニュー、すいません。中落ちカルビぐらい行ってみますか。うん、フラッシュ消してえな。焼いてない肉見せられてもあれかな。油引いてねえ。油引くのここ。つかない。うん、もうちょっと温まってからやろ。温まってねえやろ。食べ放題のが良かったな。あー、そうか、こっちコースないねんな。いいんじゃない、一人頭5000円くらいまで全然 OK だから。ホルモン、メニュー、ごめん、娘に今送っちゃったよ、いっぱい。アンリッチまでは、あ、そうやって開けるんだ、すげえな、うん、少ねえね、なんか。そうか、これでいくらぐらいなの。3枚で500円、すげえな。でも言うてだってあれ1万円分って言ったら相当まだ食えるぞ。ご飯はあるの。流れてこなかったら頼んでねって言ってた。これで、え、これにご飯流れてくるの、気持ち悪い。がっつり冷めるけど、これ本当に焼けとるの。すげー、回転焼肉すげー、すげー。めっちゃ唐辛子かけるやないですか。かけてほしい。ない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 、絶対いらん。やだ、なんか地味にゆっくり焼けとるけど、なんでくっついとるし。もう油どこよ。油ねえよ、温めたねえんだよ俺まだ。おー、でもいい感じに焼けてるな。焼けてねえし全然これ。取ってるの。ちょっと早すぎた俺、ごめん。こっちに火飛んできそうで怖いから、フーフーはやめて。はい、どうぞ。やーい、焼けた。いただきます。いかが。いいね、うまい、ね、念願の回転焼肉やから。お前の肉より美味しい。すげえ美味しい。分からんね。そんなラソースを一気にもう焼いてしまいますか。もう戻った。次焼いたいだろ。今行きます。贅沢やな。これもうムイ君のおかげです。
このあたり食べたらボス行きますか。当たり前やな。ボス食わんとやばいか。2枚で1200円だから1枚600円か。うわはい、牛タン。わーい。牛タン？牛タン。もうカメラ降りた方がいいぞ。何言ってんだ、撮れたからなったらこういったになくなるね。何がカメラ置いた方がいいぞだ。さあ、ムイ君が。いやまあ、マスク入ってます。マスク入ってるんですよ。どうですか。どう。あのね、顔隠すのマスクだけどさ、ワンちゃんマスクした方が松阪牛の香りこもるよ。いいな。そう。今ちょっとこれはこれでいい楽しみ方だなって思った。やばいやん。何高級プリン400円。チーズケーキは250円だもん。いや、もっと安まっか、そろそろ。どうする？一切600円をそろそろ。はい。これなんでやばい。あ、ボッチャボス焼くためにずっと待ってて、そのここ開くとかなって。いや、全部なくしてる。じゃあボス行こう。行く？行く。すげえな。ありがとうございます。さあ、100g 600円を切ったことがあるので、1枚600円です。いや、楽しみですね。これで一口目が脂っこっとかだったら笑うわ。この250円の切り落としまで食われるのももったいないってことですね。お肉焼けたらこっちにくださいよ。はいよ。塩で食べますか、うん、塩コショウでいきますか。これ塩で、この岩塩でいこうかなと思って。ああ、いいですね。この岩塩、このカス焼けましたよ。こっちに避けといてください。カツさんいらへんの。岩塩でしょうか、悩んだ。俺ちょうどいいな。うわー、このブチブチ感、あぶーわ。すげー、火が強いし、めちゃめちゃうまそうって分かるもんな。なんかおしぼりが塩まみれじゃん。あ、いい感じかな。いい感じだね。もうちょい焼いたろうか。生やとポンポン痛くなるから。よし、いいよ。おはい、どうぞ。おお。じゃあ渡します。やったー。シャメ、さあ、冷めないやつに。うん、初見取ったろうか。さあ、では1枚600円。野菜食べたかったら別に取ってもらっていいですよ。さあ、1枚600円のお肉です。緊張するな。1枚600円です。塩分高っ。出えへんねんって、出が悪いねんって。 OK。 いっぺりや。こちら、ちょっとこれはお肉だけでいただこうかな。ご飯なしで、ね、じゃあ、いただきます。うわ、すぐ柔らかい。めっちゃうめえ、めっちゃうめえ。一口目入れたらわかるわかる、これめっちゃうめえ。1枚600円で買える。あるある。嘘、一生懸命騙されてない。いや、本当うめえ。嘘、マジですげえって思った。いや、食べて食べて、わかるわかる。水出させていただきます。
分かるっすよ、言いたいこと。すげえな。すげえ。めちゃくちゃうめえぞ。600円の価値あるわ。あるな。やっぱし下売れって脂っこいね。感想が脂っこいになってしまった。いや、なんていうの、口入れた瞬間になんか肉の、なんていうの、香りっていうか旨味がやべえ。野菜めっ、あ、脂めちゃくちゃうめえな。噛む前からうまさが分かるってすげえって思った、うんうん、ぶっちゃけさ、この1200円のお皿、うん、取った時にさ、あー1200円買ったけーなーみたいなことを思って、で、その後に1600円くらいお皿があって、誰が頼むんだって思ったけど、今頼みたい、頼みたい。もっとうめえのかな。だって、かまんでもスーッと入ってしまうの、ジュワーッと口の中で溶ける感覚、なんか本当にすげえ油が甘いんだね、いいやつは違うな。俺たち何食ってたんだろうと思うくらい。さっきの肉うますぎて米足らねえわ、うん、ガーッと入るもんな、うん、あれ1枚で1枚1杯いけるもんな。全然いける、うん、なんていうか、あの口から出る なんていうの、残りがっていうかさ、そういうので本当にご飯いける、いけるな。あー、うん、こういうなんか リロース芯みたいな、そんなあれだったな。あ、ほら、あのこれ松坂特選って、これが1200円のこれだ。1枚違うな、2枚のやつだから、また別のやつか。1枚だぞ、お前、これ応募数いくのじゃん。マジで1600円か。1600円、1枚800円か。800円。わ、ご飯の大豆の結構美味しいです。ありがとう。やべえぞ、1枚800円、適当なんていうの、あの1パック買えるぞ、本当に。でかいパック、1パック買えるぞ。1枚800円。これ1枚800円。ボスも良いとこだな。1枚800円。ちゃんと1枚いくら800円。今度庶民派どもめで。会話が庶民臭いんじゃん。ボス行くタイミングはいつでもどうぞ。1枚800円か、旅行じゃなきゃ絶対出さんな。これが旅行の醍醐味だね。俺にとっては最強すぎるでな。